お疲れ様です。お疲れ様です。今日は山越選手にお越しいただきました。まずキャンプ、水キャンプ始まりましたけど、コンディションはいかがですか？そうですね、天候も非常に暖かくて体が動くので非常に、いい感じでやれています。もう去年負傷した肩の影響 もなく、はい、完全に完治した感じですか？はい、肩はもう完全に完治しました。昨日、一昨日とオフがありましたけど、沖縄に残って、はい、開催しました。そうですね、みんなと一緒にゴルフを初日にやりました。ちなみにメンバーは？メンバーは、河野さん、美香さん、笠くん、畑くん、富くん、大輔さん、俊樹くん、俊樹くん、川面、ひじり、ゆうき、10人超え。そうですね、あとだ、やばい、ちょっといない人が誰だろう。あと、スタッフの博さんと、誰だあともう一人います。かなりの OK。 はい、ちなみに誰が一番スコアは良かった？スコアは、正確には覚えてないんですけど、ハカさんか、大輔さんかなっていうふうに思ってるんですけど、なんかその、スコアの順位じゃなくて、なんかそういう隠しホールみたいなのがあって、で、結果、多分コウモさんが1位取ったと思います。ああ、そうなんだ。はい。わかりました。結構Twitter とかで、はい、サポーターから質問が来てまして、はい、今年背番号4番から42番に変更しましたが、はいはい、なんかその経緯とか42番に意味とかありますか？そうですね、まず、今シーズン5年目になるので、ちょっと自分としてもやっぱりマンネリというか、ここでもう一度気持ちを新たにしたいなというふうに思っていて、そのためにまず、番号を変えました。でなぜ42にしたのかというと、その仲の良い人、知人になんか相談して42番がいいんじゃないかみたいな感じで勧められまして、あと僕の親友が、松本山形でプレーしてるんですけど、その親友も42番なので、そういった意味もあって42にしました。ちなみに誰選手？松本山形FCの高橋亮選手です。了解しました。はい、じゃあ最後に今シーズンの意気込みをお願いします。そうですね、まず去年まず怪我してチームに迷惑かけてしまったので、今シーズンは怪我をせず、チームのためにまずチームを目標としている、J2 優勝、J1 昇格、を達成できるように、力になれればいいなというふうに思っています。わかりました。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。